Peggy 18. はい、こんにちは。ラビットピットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。ワールドウォー Z の攻略解説動画を続けていきたいと思います。本日の内容はこちら。ワールドウォー Z 日本語版の感想とおすすめレベル上げ&お金稼ぎの方法を紹介したいなと思います。私 PC 版の方でね、レベル295で全クラスカンストと、あとエクストリーム全部クリアしないともらえないスナイパーライフルをね、解放してるぐらいやり込んではいるんですけれども、日本語版が発売ということでね、新たに買い直して一から今やり直してるんですけども、すごく楽しいですね、やっぱり。うん、これはすごく面白い。 PC 版最初に買っちゃった人は知ってると思うんですけれども、最初武器がね、レベルマックスまで一気に解放できたんですね。だから私いきなりレベル5の武器、サイレンサー付きの武器しか使ったことがないんですよ、変な話。でもその後修正が入ってレベル1ごとにね、解放していかないと最後のサイレンサー付きの武器が使えないとかね、 あるんですよね。これがね、私知らなかったけどすごい面白いロールプレイング要素みたいで、すごい面白いですね。うん、すごく新鮮だね。日本語版から始めた人も非常にね、楽しいと思うんですね。で、私のやってるおすすめのね、今日はレベル上げの方法というかね、あとおすすめの武器のレベルの上げ方とか、スキルの解放の仕方、スキルはまあそこまでじゃないけど、どんなクラスをね、順序よくやっていったらいいかなっていうのをね、紹介できたらなと思います。何かの参考になればね、幸いです。みんなも大体あれですよね、そろそろまあ3クラスぐらいカンストできてレベル30ぐらいになって、お金がそろそろ足りないなって言ってる頃だと思うんですよね。だからこの動画がね、何かの参考になるんじゃないかなと思います。で、まずクラスなんですけれども、まあ、大体みんな始めてると思いますけど、私のおすすめの最初に上げたいクラスは、まずメディックですね。で、次にフィキサー。で、最後、まあ、ヘルレイザーでもいいし、スラッシャーでもいいし、何でもいいと、お好みであとはいいと思うんですけど、メディック上げて、フィキサー上げてっていうのがね、順を追ってやっていくのがいいと思います。で、スキルのところなんですけれども、日本語版しかやったことない人、これは和訳がちょっとひどいぐらい間違ってるやつがあるんで、それ全部じゃないんですけれども、一部間違ってるんですね。で、それを 見るせいで訳が分かんなくなって、こっちもそうなのかな、どうなのかなって疑心暗鬼になっちゃう感じなんですね。だからスキルの内容は攻略ウィキを参考にした方が合ってると思います。ちょっとね、ちょっとひどい間違いがあったりするんで、意味がね、一緒だったり、とにかく間違ってるだから攻略ウィキの方を参考にしたらいいかなと思います。あとはこれとは別にね、スキル1個ずつは説明しないけれども、このスキル構成がいいですよみたいなね、紹介したいななんて思っておりますので、よかったら参考にしてみてください。で、武器の方の上げ方なんですけれども、まず最初にコンパクト SMG 小型サブマシンガンのレベル2を解放しちゃってください。これ150ドルでサイレンサーがつくんですね。すっごくお得なんですよ。で、メディックとスラッシャーの初期装備なんです。だから最初からプライマリーウェポンがサイレンサー付きで使えるようになるんで、まず小型サブマシンガンのレベル2を解放しちゃってください。150ドルでいいんでね、1回戦闘に勝てば多分もらえると思うんで。で、次におすすめなのがクラシックバトルライフルです。これをとにかく集中して最後まで上げた方がいいと思います、ね、なぜかっていうと、クラシックバトルライフルは最初から貫通力がもう最大なんですね。これはエクストリームを全クリしないともらえないスナイパーライフルと同じ貫通力ということなんですね。だから最初よく落ちてるんですよ、あとクラシックバトルライフルって最初の方から。だからこれをまず集中して解放してしまうのがいいと思います。そうすれば難易度ね、上げてもクラシックバトルライフルさえ持ってればなんとかなるってなりますんでね、ぜひこれを上げたいと思います。で、次にあとはお好みでいいと思うんですけれども、まあ基本は初期装備、初期武装で持っている武器とか、最初の方からよく落ちてるクラス1とか2の武器、これを優先してあげていくと、まあ効率がいいとは思いますけれども、おすすめはアサルトライフルじゃないかなと思います。アサルトライフルも最初から貫通力1なんですね。貫通力っていうのが結構大事になってくるんですよ、群れと戦う時にね。だからアサルトライフル次あげたらいいんじゃないかなと思います。もしくは毎回クラシックバトルライフル落ちてるわけじゃないからね、アサルトライフルとクラシックバトルライフルを交互にみたいな感じであげていくのがいいんじゃないかなと思います。あとはね、スポーティングカービンとかもおすすめといえばおすすめですね。スポーティングカービンを持って出るとかいうジョブもスキルでね、途中でありますんで。あとスポーティングカービンはね、最初からよく落ちてることがあるんで最初からやっぱね、落ちてるやつを上げていくのがいいんじゃないかなと思いますね。あとはまあ本当お好みでいいとは思うんですけれども、まあ落ちてるやつをね、順序よく上げていったらいいんじゃないかななんて思います。いきなりね、どれか1個をね集中してあげようとしても、お金がね足りないとか、
そんなに落ちてないのにみたいなね、ちょっと効率が悪いところもありますんで、やっぱね、あのバランスよくクラシックバトルライフルならクラシックバトルライフル1個に決めて、それ以外はまあ順序よくちゃんとレベル1ずつ上げていくみたいなぐらいでちょうどいいんじゃないかななんて思います。あんまりね作業にしてやっちゃうと飽きちゃうと思うんで、私はそういうの好きじゃないんですね。あのみんなになるべく長く楽しんでいただきたいんで、作業してね飽きない人いないと思うんだよね、はっきり言って。作業として飽きなくてずっとゲームとしてやられても、こっちはねなんか面白くないしみたいな感じもあるし、やっぱね作業にゲームをねしないでほしいなっていうのはありますね。まあ、その辺はどうでもいいんですけど、お好みで、ね、本当いいと思いますなと。で、あのレベル上げ経験値稼ぎの面なんですけども、私ねもうパソコン版の時も紹介してるんだけど、やっぱりね東京の2面、あの日本語だと最終判断なんですけれども、ここがいいね何も考えずここが一番本当にボーっとクリアできますね。で難易度はまあベリーハードでもいいけど、ベリーハードだとちょっと画面に集中しなきゃいけなくなってくるんで、ハードぐらいで何も考えず、私のいつもおすすめしているのはモニターを2つかなんか携帯でもいいんだけど用意して、あの片っぽでいつも見たかった映画とかネットフリックスとか何でもいい、アマゾンプライムでも何でもいい安い映画を見なんか映画を見ながらねボヘーっとやれるみたいな感じで、経験値お金稼ぎしたいなというのがあの私のおすすめなんでだからそれを踏まえて東京2面がね一番まあまあ効率いいかなって感じですね、うん、じゃあ早速やっていきましょう。あとこのレベル上げの方法はオフラインで一人でやるものとしてねやって今紹介していますんで、よろしくお願いいたします。で今スラッシャー上げてるんですけれども、スラッシャーとメディックはね最初からコンパクトショットが持って出れるんで、最初からねサイレンサー付きの1段上げておけばプライマリーウェポンが使えるようになりますんでね、おすすめしたいと思います。で最初のこの分かれ道でね、分かれ道なんだけど、ここはねあの爆弾とかタレットガンがない方に進めばいいと思います。だからゾンビとかがねいっぱいいる方だと思うんだけど、まあ、どっちか見てみないと分かんない。こっちタレットガンあったねじゃあこっちからね回っていきましょう。でこっちから、この辺爆弾とかねある時あるんで、クリーパーもいることあるんでね、気をつけながらねこのガレージを開けます。そうすると大抵メディキット、今回は何でもあるね、メディキットにバックにヘビーウェポンまであったらもう全部揃ったねここでねヘビーウェポンとかがあったりするんで持っていくと便利ではありますね。 なくてもなんとかなりますけど、別にあると便利ですね。で、まあ、あとはねどんどんねあのサイレンサー付きの武器でバチバチ打ちながら進んでいく感じで、今のところはね無理して寄らなくてもいいし、どんどん上にね上がっていっちゃうでしょここで武器がねあったりするんで、レベル上げたいやつにね取り替えたりして、でこの報道の準備なんですけれども、設置武器が2つか3つ最終的に落ちてると思うんですけれども、いきなり設置しないで何が落ちてるかまず確認して、1つ最後の報道まで持ち越した方がいいと思います。あの最後の方がねやっぱちょっと苦しいんで、最後で失敗しちゃうとねあのやり直し大変だから、で今回はあのオートタレットが2つと電気柵だったんで、電気柵をね持ち越したいなと思います。本当は設置型のマシンガンとかあるとね、この後ろの右側に置けばもう全然楽勝でねこの砲弾を抑えられるんで、それ1台あればいいぐらいの勢いなんでね。だから設置型マシンガンかなんか、あとヘビーガンは必ず背負ってた方がいいと思います。チェーンソーでもいいですけどね、ヘビーガンは基本持ってた方がいいと思います。で準備がまあ2つ設置できたらやりましょう、始めましょうね、スタート。それではやっていきましょう。でここでまずヘビーで減らすだけ減らして、あとヘビー持ち替えて、私の場合はねあのゲートの始まりゲートの方まで交代しちゃいますね。ここでね遅れちゃうと群れにね飲み込まれちゃうんで、さっさとねさっさと撤退した方がいいとは思います。無理してねここでやる必要もないですよね。あとは最初からゲートの横で待っててももちろんいいと思います。これで持ち替えて、もう来てるよね、やばいよねそれビリビリ、一応ちょっと足止めしてみたいな感じでね。でここで大抵一人だと抜かれると思うんで、ここでヘビーガンであのゲート守りましょうねって感じですね。仲間が生きてる限りまあまあまあ大丈夫だと思いますけど、仲間がねやられちゃったりしてると、特殊ゾンビとかがねたまたま組み合わせよく出てきちゃったりすると、仲間がやられちゃったりするんで、そうするとねゾンビたちが自分の方に来ちゃうんでちょっと苦しくなりますね、うん、
まあ、まあでも ここは大丈夫だと思う。ここは大丈夫。私は、うん、映画見ながらやれます普通に。ほとんどあのゲームを聞いてないから私この作業してる時ね経験値上げとかお金稼ぎしてる時あのゲームを聞いてないからあ映画のね音声聞きながらやってますね。今回調子いいね。うん、バーサルトライフル落ちてたね。まあクラシックバトラーの方が強いんでクラシックバトラーにしますけどね。レベル上げたいんだったら本当はねレベル上げたい武器で戦っていけばもちろんいいとは思うんですけれども、今日はねクラシックバトルライフルでいっちゃいたいと思います。もうほとんどねでも上げたいやつが最後まで落ちてないんですよ。あと最初の方で落ちてる武器にねほとんどないんですね上げたい武器が。だからこの辺もねお金がもったいなくて使ってないし、セカンダリーウェポンねコンパクトショットガンとか PDW 上げてもまだね一番最後だよねって感じだよねプライマリー上げたいよねみたいな。で友達とかとね高難易度に挑戦するとかなんか野良で高難易度に挑戦するって時にそのやっぱちゃんとしたガチの装備でねいけるようにしておけばいいんじゃないかなと思いますね。自分一人でやるときはねもう何だってもちろんいいしみたいなね。まあ野良でノーマルハードぐらいだったら別にね経験値稼ぎで出てったっていいとは思いますけどね。まあ嫌がる人は嫌がるんでそれでもね。うん、で次ね次ここはあの爆弾を取って群れがね来て群れが来て合間があって群れが来て合間があっての繰り返しなんで、爆弾を取れたらまあ取っちゃって強ポジがあるんでその強ポジにね一旦避難しちゃいます。それのがね楽なんで本当に何も考えなくていいんで戦いながら行くこともできる。でもそうすると忙しくなっちゃってあの映画見ながらとかできなくなっちゃうからあの強ポジねこういう強ポジ基本箱の飛び越えなきゃいけない箱のあの反対側でゾンビと反対側にいればね結構強いんで、で後ろはね3人の NPC たちが守ってくれるからここは階段があるんでねさらにねいいですね。まあ、もちろんね抜かれて殴られたりすることありますけどそんなにひどいダメージにはならないんです。あれブルダメ死なない、やっつけたね、よし行こう。あれスクリーマーいないこれ。ああいた、ああ、あれはやったね。あナイスナイスナイス、 NPC もなかなか神エイム持ってますからね落ちてくるゾンビをこう撃ち落とすからね、途中ですごいよねで爆弾を設置してまだね、ハードなんでレーダーがあるからね、レーダー見てゾンビが来てないってなったら次の爆弾パッて取っちゃって行くと、で赤くなってくるからすぐゾンビがね来るからねパッと置いちゃって、で次のね強ポジに移動するかなんかしちゃいましょうね。あ来たね来たね、よし。強ポジね、こっち側の強ポジはここですね。このやっぱり箱箱ですね。あここにね爆弾あったね、ラッキーだね。これマークが出なくてね爆弾あることあるんでちょっと箱は覗いた方がお得ですね。あのマークが出てない爆弾はね意外と近くに置けたりするんで、でゾンビが来たらこの箱渡っちゃって少し引いて NPC もねこっち側に渡らせちゃってゾンビたちを迎撃すればこうやってねなんだろう、土のうみたいになるから箱がかなり安全に戦いますね。これ便利ですよ。うん、強ポジ箱ポジね、箱ポジでブルが来たけど、あー弾なくなっちゃったね。だいたいゾンビを2回こう群れを迎撃すると弾切れ起こすんで、2回か1回迎撃したらその真ん中のねあの爆弾取り行ったり爆弾置いたりしながら弾補充したりするっていうのがまあまあ超効率はいいですよね。うん、通り道にするようにしてやるんですけど、ただ弾が落ちてる場所はね迎撃しづらい、強ポジじゃないんですね。上からも下からもあの部屋からも出てきちゃうからちょっと、ね、囲まれちゃうところなんで、ここはね囲まれる位置に置いてあるんでここで迎撃するのあんまり良くないです。フィクサーとかメディックでマスキングがあるんならねそれでも全然 OK なんですけど、フィクサーとかのレベルが足りてないとかって時はね大変だ。ああほらねこうやってね全方位から来ちゃうんでねやばいなこれ自分はいいんだけどね仲間がやられちゃうとザザザザザって一気にねダメージが蓄積しちゃうんで、でもうこっち爆弾取り行っちゃおうね。あと1個だもんね。でこっち側の強ポジはこの角ですね。この角が意外と上からも降ってくるけどゾンビが来るまでに結構時間があるんでね、しかも直線距離なんで迎撃しやすいですね。
だ一番端の箱のところか、この真ん中の階段の箱の前か、一番反対側のね入り口の上の角か、この辺3つを知ってればまあ十分じゃないですかね、強行地としては。あとの位置は別にいいですけど、忙しいです、迎撃するのは負けることは多分ないと思うけど、迎撃するのが忙しくなってめんどくさい、映画がねちょっと見逃しちゃったりするから、みたいな感じです。あれヒロジ早く来て、何してんのヒロジ、ヒロジヒロジ早く来なさい、これでいいね、一応迎撃しとこうか。あーブル来た、あーブルめんどくさいから、あビリビリっとはい、スラッシャーネストラッシャーもね使えるから、例えば日本語版の感想という感想なんですけれども、和訳が面白いところは面白くていいんだけど、ちょっと面白いじゃ済ませられないなっていうレベルの間違いがあったりして、特にスキルね、最初言ったけどスキルのところの和訳がひどいから、まあまあちょっとね これはやっちゃったなって感じですね、うん。最初にだからこんなゲーム、このゲーム和訳ひどいぜっていうのが Amazon のレビューとかで例えば出ちゃうとね、それ消せないから、うん、やっぱ最初が大事だと思うんだよね。アップデートで直しゃいいやって思うかもしれないけど、それじゃ遅いんだよねゲームの業界って、うん、最初にきっちりねやらなかったらこれはミスですね、痛いと思う、うん、売り上げにね響いてくると思いますね最終的に。まあでもねアップデートで日本語も良くなる予定らしいんで予定らしいからね、うん、良くなるといいねって思いますけどね。ちょっと日本語版だけしかやってない人はね、スキルのあれとかが分かんないと思う、本当にあの意味が、うん、やってみない、試してみないと分かんないって感じになっちゃってるから。で最後のところなんですけれども、ここはねきっちり設置武器を配置した方がいいです。あと仲間のヒットポイントもできるだけメディキットでここまでで回復してきた方がまあ安定ですね。仲間が死んじゃうとねえらいことになるんで、せめてね最初の2つ目の報道までは仲間には生きててもらわないと困ると思います、うん、それまでに仲間が瀕死になってるとちょっとね全滅の危険がかなり上がる。いっとなんだどっから来た、上がるんでね。で設置武器でそうだね、優先したいのが駐車場側からの方に設置武器を優先して、で次真ん中中央から来るやつに設置したらいいと思います。というのはね、あの駐車場からの方のはね仲間が分散して配置されちゃって、必ず飲み込まれちゃうんですよ一人は大抵で、それにつられてうわーって一気にね仲間が全滅して、自分一人になってブルに捕まった、クリーパーに捕まった、はい終わりみたいなことになっちゃうんで、仲間を生かさせないといけないですソロの場合ね、あのマルチでな高難易度でマルチでやる場合また全然変わってくるんですけど話が、けどソロでやる場合はそうだね、あの駐車場側からの敵に気をつけないといけない。だから設置武器は駐車場側から優先でいきましょう。でここはブルがなんで私の方に普通はショーの方に行ってくれるんだけど今日はなぜか私の方に来たらまあまあ大丈夫でしょう、仲間がねこうやっているから、うん、仲間がいないとあそこでねやられちゃうから。でこれ貫通力最大のねバトルライフルだから、こうやってね撃ちまくれば山崩せるんだけど、サブマシンガンの初期とかだとこうやって崩せないんですね、貫通力足りなくて。だからその場合はヘビーウェポンとかでどんどん撃たないと一気にねあのみんな飲み込まれていっちゃうんで容赦なくそのプライマリーのレベル上げとか考えないで、まず撃っちゃってください、ヘビーウェポン。負けちゃったら一気にねこの時間が台無しになっちゃうからここまで来てね負けちゃうと、負けないことが優先ですね。ここで左から来るんだけど、まあ、今回はね電気柵が余って2つつけられたからまず大丈夫だと思うんですけど、ここでねあれですね、あのショーですね、この場合ショーがね必ずほぼ確実に飲み込まれるんですよ。でそれを助けに仲間たちがフラフラ下に降りていっちゃう、それでガー一気にね持ってかれちゃうんですよ。で助かった抜けたとしてもね大ダメージが残っちゃうんですよ。そうすると次の群れ迎撃の時に響いてくるんでやばいです、全滅のフラグになるんでまあ今回はちゃんと設置武器あったんで、あとはタレットガンをね今私がいたところに置くっていうのも結構有効ですね。正面あとはモーターガンもね左のコンテナの上に置けるんですけど、モーターガンもかなり駐車場側からには、ね、有効なんで、置けたら送ってみてください。
最初のところでね余ってたら温存してきた方がいいとは思います。じゃあ中央もね、でも中央も何かないと必ず抜かれちゃうんで、これもやばいですね。中央も、中央にも設置しといた方がいい何かは必ず、まあ、今回電気柵とモーターガンとあれがあるからね。ブル危ねえ。大丈夫大丈夫、スラッシャーでよかった今のは。ここはスラッシャーで助かったね。あ、やられたね。そう、あれまたね、あれが最初にね、ま、必ず飲み込まれるんで、今回は大丈夫かな。なんかぐるぐるいってる。大丈夫。あ、消防がかけられた。あ、これ来てる。やっつけとこう。初号機。エヴァンゲリオン初号機にしか見えない私にはこれ。よし、行くぞ。新エヴァンゲリオン劇場版がね、もうすぐ出るみたいな話だから、ね、楽しみだね。まあでも私見れないな、日本に行かないと。さあ、で、こっちからまた来るんだけど、今回はもうこれで終わりだから、あの、ヘビーレポンでね、仲間を倒さないように。やられちゃわないようにしないといけない。ここでやられちゃうと結局ねみんな行っちゃって飲み込まれちゃうんですね。じゃあ3つ目のウェーブはあれですね、ヘビーウェポンとかで早めに処置して、そうすれば仲間自分の方にね集まってきてくれるんで、そしたらあとはボートに乗るだけですね。でここで余裕があったら経験値稼ぎしたいなと思うところなんだけど、あんまりやっててあれ1人しかいない時にそれやっちゃうと、いきなり後ろからブルが来た、クリーパーが来た、スパーで終わっちゃうんで、あの1人しかいなかったらもうボートねさって乗っちゃった方がいいですね。乗れる時におすすめは、うん、ここから動かない、ここならタックルされて後ろに倒れれば青いラインに入れるからここからね迎撃できる範囲で経験値稼ぎとかね決めた方がいいですね。やばい、ほんとね、あの最後の最後で死ねるからこれ気をつけた方がいい。まあでも今回仲間が3人いるからね。で欲を出してここであの弾薬箱に行っちゃうとやばいことが多い、うん、だから行かない方がいいですね。それぐらいだったら早くやめて次行った方が経験値は、ね、入るんで、ここでね欲を出さない方が大事だとは思います。何回死んだことか分かんないまあでもこんな感じでね、ほら900ゾンビ倒せるからこれだけでも、うん、十分ですよ。十分900ゾンビ倒せればね結構な数いくから、ニューヨークとかでもやってみたんだけど、やっぱね400ぐらいしかね行かないんで、900この時間で軽くやって900行くのはね日本2面が一番効率いいですね、うん。まあ、こんな感じでね、また新しいニュースとかアップデートの情報とかあったらね動画で出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方とかよろしくお願いいたします。それとは別にね、あの月曜日と木曜日の夜9時からライブ配信してますんで、最近はワールドウォー Z PS4 版のね日本語版ずっとやってますんでね、もし参加したい方いたらねぜひ覗いてみてやってください。それではラビットでした。皆様の良きワールドウォーズ Z ライフをお祈りしています。ほいじゃ、またね。